フォルラニーニのヘリコプターの模型フォルラニーニの水中浴船、エンリコ・フォルラニーニはイタリアの技術者、発明家、航空の先駆者である。ヘリコプターや航空機、水中浴船、飛行船の研究で知られる。ミラノで生まれた。父親は有名な医師で、兄のカルロ・フォルラニーニも有名な医師になった。 ミラン・レギエスカル・テクニケで学んだ後1863年に、トリノの士官学校に入学し、1866年に卒業した。2年後、スクーラー・ディア・アプリカツ・ヨーネ・アルティレリア、イ・ヘニオに入学し1870年に卒業した。1877年、蒸気エンジンを動力とするヘリコプターの模型を開発し、ミラノの公園から垂直に離陸させ、 13メートルの高さまで上昇し、20秒ほどの対空に成功させた。1901年から一連の飛行船の設計製作をはじめ、1909年に飛行に成功した。1号機には、レオナルド・ダビンチ号と名付け、2号機は、チッタ・ディ・ミラノ号と名付けた。チッタ・ディ・ミラノ号は、優れた安定性と操縦性を示し、国際的な評判を得た。 さらに4機の飛行船 F3、F4、F5、F6 を設計し、7機目のオムニアディルを設計中にフォルラニーには没した。1898年から水中浴船の開発をはじめ、60馬力のエンジンで反転プロペラを駆動させて進む水中浴船を製作した。1906年のマジョーレコでの試験中に、 時速 68km の速度を得ることに成功した。1908年から25馬力のエンジンの水中抑制も試験したが、速度は時速 50km ほどにしか達しなかった。水蒸気に関するイギリスやアメリカ合衆国の多くの特許を取得した。ミラノのエンリコ・フォルラニーニ空港は彼の名誉を称えて命名されたものである。 サンドロリーグニャナ、アレッサンドロリーグニャナ、ザ・ヒストリー、エンリコ・フォーマニーニーザ・オフィッチーネ、レオナルド・ダ・ヴィンチ・ハット・ビオグラフィー、エンリコ・フォーロネーニ、ハット・ザ・ニューヨーク・タイムズ・マガジン、1918年1月13日ページ SM3、ニューイタリアンへシップ・ベターザン・ェッペリン。ラスト・アクセスト2008年6月30日。 ディエゴ・ブラッソラ、1999、アエル・エイタリアーに、イル・ミーオイドロ・プレイのデル、イング・エン・リコ・フォーロネーにラスト・アクセスト2008年6月30日。ありがとうございます。